シリアアラブ航空はシリアのダマスカスを本拠地とする航空会社、同国のフラッグキャリアである。ダマスカス国際空港をベースにアジア、中東、ヨーロッパと北アフリカの40都市以上へ就航しているアラブ航空会社機構に加盟。シリアアラブ航空は1961年10月にシリア政府によって設立。 1963年の夏に3機のダグラス DC-6、2機のダグラス DC-4 と3機のダグラス DC-3 で運行を開始。ローマミュンヘンパリロンドンへ就航。1976年にはボーイング727から200とボーイング 747SP を受領。その後路線を拡大し、現在は世界49都市に就航している。 エアバス A320、ボーイング727、ボーイング 747SP シリアアラブ、航空は、下記の航空会社とコードシェアを行っている。シリアは、アメリカとの外交関係上、ボーイング、エアバスから直接、新型機種を購入するのが難しいため、ロシア製の旅客機を新規発注して投入している。ありがとうございます。